この番組は平成28年2月27日に開催された静岡大学人文社会科学部アジア研究センター国際シンポジウムの模様をお送りします。本シンポジウムは中国文化大革命と国際社会と題され、学内外から様々な研究をなされている先生方がご講演されました。私のタイトルはですね、中国文化大革命と国際社会、このシンポジウムの中での文化大革命以後の文化の政治というふうにタイトルつけさせていただきました。で、ここに上がっております5点を中心に述べたいと思うんですけれども、実はその私にとっての文化大革命というところから始めなければいけないだろうと思ったのですが、いろいろ考えてますと時間がないので、このかなりのスライドをはしゃらなければならないと思います。ただ1950年新潟県というところに生まれまして、全く文革については知りませんでした。中国についても関心はありませんでした。68年大学紛争の最中に新潟大学人文学部に入学しまして、英米文学を専攻したときに、そこで出会ったアメリカ人講師、かなりヒッピー系の人だったんですけれども、その人が、マオツェドンという素晴らしい人が中国にいて、素晴らしい革命が今起こってるんだということは、ね、熱く語った、その記憶しかないんですよね。で、しかも74年75年アメリカに留学しまして、帰ってきてからもずっと英語を中心とした生活をしておりました。仕事もその方面の仕事でした。で、80年代に入りますと、アメリカ留学時代に知り合った友人からタイムという雑誌が送られてまいりまして、そのカバーストーリーが Life and Death in Shanghai という記事だったんですね。で、その翌年にチャン・ニェンという人の上海の長い夜という、本が日本語訳されて出版されます。その後にはワイルドスワンも出ます。これくらいは読みました。2冊とも読みましたけれども、私が文学に強烈に惹かれるようになったのは、江永平世代であります伝曹操監督の、青い凧という映画を見てからでした。それで、加賀美先生の本とか文化関係の本を読み漁り、同じく監督のチェン・カイコウの本なども読みました。で、ついにはですね、文学を探究テーマとしたいということで、50歳の年に学士入学しまして、で、一旦卒業をして、また仕事でお金を貯めて学費を貯めて、2005年に大学院に入り、特にですね、やはり同時代現象としての文革でありながら、私がなぜ知らなかったのか、というようなところを中心に考え始めました。で、世界では非常によく伝わっていたわけですよね。大々的に取り上げられていた、それをなぜ私は知らなかったか、特に日本で私も新聞ぐらいは読んでいましたのに、なぜなんだというところから、始めまして、当時の日本の新聞を全部また読み直してみました。そして分かったことは、当初はやっぱり1966年5月1日社会主義文化革命、これが国の命運に関わるというようなことを周恩来首相が話したということが記事になっておりまして、日本の各紙ともに同じような報道をいたしました。それ以来、誰が失脚した、誰が粛清の対象になった、嵐が吹き荒れているというような記事が続きまして、やっぱりクエスチョンマークのつくような見出しが躍るようになるわけですね。で、その懐疑的な、あるいはこれから中国はどうなるんだろうといったような危惧の入り混じった記事の論調が変わるのが8期11中前回、1966年の8月1日から12日まで続いたといわれる会議ですけれども、その8月8日にプロレタリア文化大革命についての決定、いわゆる16条というのが出ます。その翌日なんですね、8月9日、日本の新聞各紙とも朝刊一面トップで報道いたします。ただその内容がですね、その前前からもそうなんですけれども、そういう粛清の嵐だなんだ、文化革命と呼ばれているらしいというような新しい運動について、もう終了したのか、一段落したんじゃないか、峠越したというような、こう、なんかすごい嵐が吹き荒れているらしいが、その一段落願望といいますかね、そういった感じの見出しが
踊るというのが特徴なんですね。これが読売新聞の1966年8月2日、まだ16条が出る前ですけれども、早くも中国の政府一段落か、軍の近代派一掃、ラズイケとかそういった人たちらがですね、解任されて一段落したのかとかですね、これも読売新聞、8月8日の翌日、一面トップに出た中国文化大革命を徹底すると。いうようなことで大衆運動で、その根強い旧社会の勢力を一掃するんだというようなこと、あるいは8月14日になりますと、この8期11中全会の後の、声明が発表になりますので、それが詳しく載ったりしております。で、これは8月28日の読売新聞なんですが、文化大革命の狙いと背景としてですね、ニコニコした林彪の写真が載ったりして、かなり肯定的な伝われ方がしております。で、産経新聞はどうかと言いますと、66年の6月6日に早くもですね、中共粛清を強めるというような厳しい感じの見出しが出ますけれども、あるいはその前にも5月15日には吹きすさぶ中共新政府運動というような記事が出ますけれども、やっぱり一段落した旧中共政府というようなのが8月6日に出て、それでいわゆるあれですね、16条が出た後には、本社記者座談会としてですね、自立への人間改造が進められているんだというような肯定的な論調の座談会が行われておりますが、24日になりますと、照準は劉少奇だった、権力闘争だったというような記事が早くも出ております。これは8月22日あたりにですね、劉少奇批判の壁新聞が出たというところをもろ反映したものなんですけれども、他の新聞にはさほどはっきりと劉少奇が照準だというようなことは書かれていません。しかし、この産経新聞の論調に極めて日本的な論点観点というものが伺われますので、詳しく見てみたいと思うんですけれども、まず8月9日の一面、16条の報道を大々的に伝えたときに、これは大衆の総力を結集した人間の魂の大革命である、新組織はパリコミューン式の選挙を全面的に実施予定なんだということですね。先ほどのコミューンの話、非常に面白かったですけれども、これは日本で受けたんですね。で、8月10日の産経新聞の社説、これまで真相の補足を困難にしていた問題に対して初めて全面的に解明した注目すべき発表であると16条を評価しております。で、イデオロギー革命先行っていうのも、あるいは毛沢東を神格化するのも、ソ連型にせぬためにはやむを得ないんだと、仕方ないんだというような書き方、社説で書かれておりますし、文化大革命は歴史的使命に根ざす組織運動として効果的であると書いております。また8月30日の社説には、紅衛兵の言動などがですね、いかにも軍国少年的な、贅沢は敵だとかね、そういったような過激な運動に思われる、それを直ちに日本の戦時中の言動と結びつけてはならないというような書き方をするんですが、これは朝日新聞にも見られた言い方であります。で、一方、朝日新聞の方は産経などよりはやっぱり粛清とか権力闘争的な側面はかなり緩い感じの伝え方をしていたんですけれども、それでも世界が文学をどう見てたかということに関しては、イギリスではあまりにもヒステリックで異常だとかですね、インドネシアで荒れ狂った反共学生デモと抗議ついだとか、あるいはアメリカにはファシスト中国、フランス、ソ連、こういったですね、非常に世界の反感が伝えられております。その中で、朝日新聞の8月28日、先ほど言いました、記事 の実物ですね。
で一方この時代ですから韓国台湾というのは、独裁体制の反共の砦みたいになっていたんですけれども、そういうところの文革非難というのも、ちらほら見られましたが、ここではちょっとそれとは別にですね、台湾、中華民国が作成した小冊子をご紹介したいと思います。これは一般の学生の間で、回し読みされていた感じの、ものなんですけれども、後で写真を目にかけますが、どこをどう経て、日本の学生の手に渡ったのか分かりませんが、私の友人がそれを持っていてですね、くださったんです。タイトルが紅衛兵暴行新書というふうに書いてありまして、新蔵ですか、書いてありまして、反共義士陳英生という人が書いたカラー挿絵入りの漢語と英語表記の兵器のものなんですね。で、1966年5月から68年夏の紅衛兵運動の様子を主に描いた絵なんですけれども、この陳英生という人は福建省のアモイで美術学院で学んで、その絵の才能を見込まれて文革初期に紅衛兵への参加を強いられたと。で、残忍な暴力行為を目撃して毛沢東への怒りを強め、68年には軍の介入により自分の身にも危険が及んでいると感じて逃亡を試みる。それで金門島に泳ぎ着いて台湾で生き延びた。で、文革中に目撃した紅衛兵の暴力や武闘の激しさを描いて毛沢東の犯罪を暴くことを決意してこの小冊子となったというふうに書かれているんです。これが表紙なんですけれども、いろんな人の手を経たと思われるぐらい手垢にまみれたボロボロになった小冊子を、私の友達が、その当時学生だった人がですね、自分の手元に残してあったんですね。で、ちょっと4つのスクリーン、ディスプレイで見るには、ちょっとあまりにも残忍な映像とかもあるんですけれども、まず知識人先生方がひどい目に遭ってる、それから文化人、芸能人、その芸術関係の人たちですね、あるいは贅沢をしているようなそういう華美な服装をした人たちはもう見つかればボロボロにされてしまう、宗教関係者の迫害。それからここでちょっと面白いのがですね、右側の絵なんですけれども、ここで言うと左側の絵ですか、こちらでご覧になると左側の絵になりますか、ここにですね、もうこんなんで大変だから、その総解析ですね、小総統来てくださいと、小総統万歳と、小総統に助けを求める学生も現れたというようなあたりが出てくるとちょっとどうかなと思うんですけれども、こういう絵も描かれている。あるいはこの右の方の絵はですね、不思議なことに行列ができているんですけれども、ここではその15歳以上の未婚の女性に生理用品が買えるようになったというので、みんなが並んだというようなところ、それでみんながもう主席に感謝したというようなことが描かれている。で、64ページまで続きまして、最後にその陳英生さんがですね、逃げ出して海を渡って台湾に行ったという絵になっているわけですね。これの作が中華民国の政治部の小冊子であるということが分かる内容になっています。このような中でですね、他の国の報道はどうかと申しますと、欧州の文革報道、これ8期11中全会の決議、いわゆる16条の発表というのはなぜかないんですね。日本が8月9日に大々的に伝えた文革に関する決定というのの発表はないんです。ただしこの8期11中全会の最後の日に発表された声明というものは、欧米主要紙の一面で報じられました。14日にはイタリアとフランスで、15日にはドイツとフランスで、それぞれその後も含めてですね、やはり何回かにわたって報じられております。特に米英の文革報道の特徴を見てみますと、イギリスはですね、ガーディアンという新聞が、
66年の8月10日に早くも、これは16条の発表としてではないんですけれども、新中国の文化が鳴り物入りで登場したというような見出しで、その新しい出版物ですね、毛沢東語録と思われる出版物が山積みされて、みんながそれ手にしているような写真が載ったものとかですね、あるいは15日には中国未知への新たな大躍進を承認したというものが出てますし、また8月14日のニューヨークタイムズにはやはり一面に毛沢東指導体制が支持されたことをもの写真付きで報じるというようなことですね。ただしニューヨークタイムズなんかはその後は共産中国の核の脅威に関する記事が出たり、それに関連して日本の核武装論にも拍車がかかっているというような記事も出たりしております。で、それで実際の画像を目にかけたいと思うんですけれども、これが8月14日ニューヨークタイムズの一面に出たものですね。8期11中全会が終わった後の報道になります。これは8月16日のニューヨークタイムズで、これは8月20日ですね。ご覧のようにですね、最初の方もそうだったんですけれども、チャイニーズレッド、中国の赤がこういうことを始めたとかですね、レッドチャイナが、元トップリーダーにまでこのパージが及ぶということを示唆しているとかですね、そういう用語の使い方になっております。一方、これはガーディアンが早くも8月10日に伝えた記事でして、一面ではないんですけれども、海外版、海外面ですね、旧面がだいたい海外面になるんですけれども、そこにこういうふうに毛語録が積み重ねられてたり、あるいは8月19日にはですね、このように写真入りでかなり大々的に伝えられております。で、これは8月26日、ガーディアン、中国の革命の松明が若者の手にと言われているタイトルで報じられました。で、特にですね、私が注目したいのが、西側先進諸国における受け止めの方の中でもイギリスなんですね。で、ガーディアンだけがビクトール・ゾルザという人のその記名記事ですね、その人の文学報道をほぼこの人の連載みたいな感じで伝えてたということ、それをまあイギリスの特殊性と、それからニューレフトの問題、あるいはニューレフトレビューという雑誌における文学論などを通じながら特に注目してみたいと思うんですけれども、それはなぜかと言いますと、これまでイギリスというのがですね、いわゆる68年もの60年代研究の中で注目されるということが本当になかったんですね。特に文学の影響なんかに関してはあまり触れられてこなかったということです。で、ビクトル・ゾルザの文学報道というのはですね、この人、ゾルザという人自身とても説明したい人なんですけども、ちょっと時間がないので飛ばしますが、コミュニストワールドという連載をしておりまして、その中で文学について触れられていますが、来賛ではないけれども、アメリカの文学報道などと比べると非常にこうちゃんとした理解を示している気がしますね。ところがこの人でも最初の間はですね、非常にこの文学の運動そのものの成功への楽観、大躍進であれだけ失敗したんだから今度こそその教訓を生かして成功するんじゃないかとかですね、あるいは8期11中会前回の開催の時には、権威者たちの抵抗は必要だが、当該でこれまでスケープゴートにされた人たちというのは、その人たちにとっては最悪の事態はこれで避けられるんじゃないかといったような楽観論も見られます。それでまた私がちょっと注目したのはですね、英語の新聞で見ると林彪の演説がですね、打倒すべきは牛の鬼の蛇の神っていうのをね、打倒せよっていうのが、モンスターとデーモンを打倒すべきだって書かれてるわけですよね。だからやっぱり英語世界の人から見たら、何が起こってるんだろうという印象を持たれるんではないかと、やっぱり漢字の世界とは違う印象なんではないかなということを思ったりしました。
で、ゾルザがですね、26日には永続革命論についてかなり詳しく書いてるんですが、まあ、若き日の革命の夢と今の現実のギャップというものはもう避けられなくて、その、まあ、革命がどこかで変節してしまった、その責任を転嫁する対象が必要だったんではないかと。ただし、やっぱり革命の火は絶やせないので、その統治は今若者に引き継いでもらわなければいけない、渡そうとしている若者がそれを引き受けているんだというような書き方をしております。で、実はその、イギリスがこれまであまり注目されてなかったとはいえですね、本来イギリスというのは50年代から行かれる若者の国であり、ニューレフト発祥の地でもあるわけです。で、文化的には経験主義やニヒリズムの伝統があるし、島国性があって、あんまりそういう革命的な熱狂ですとかね、68年のスチューデントパワーみたいなものが起こらなかった、と言われておりますけれども、あるいはイギリス固有の急進的な伝統も実はあるんですが、その一方でもう労働党という、まあ左翼政党があり、全般的にはそれも巻き込みながら強い保守性があるというふうに言われておりまして、興味深いことに中国からの留学生のリン・チュンという女性がですね、そのイギリスのニューレフトについて書いた本があります。で、この本を参考にしながらちょっと考えてみたいと思うんですが、イギリスのニューレフトというのは、その誕生の契機が1956年スエズ運河問題だったというんですね。で、58年ぐらいからラッセルなどを中心とした反核運動が起こるんですけれども、それと歩調を合わせる感じで形で、知識人たちの文化人たち の新しい文化運動が起こってくる。これは運動母体を持たない討論クラブだとか出版、そういった活動を中心とした文化運動なんですね。で、しかし60年にはニューレフトレビューという雑誌を、創刊します。これはイギリスの労働者の政治運動の反ファシズムの伝統と、それから中産階級の急進主義の伝統と結び合わせたような感じの雑誌であったというふうにリン・チュンは言っております。で、ニューレフトレビューの中でじゃあ文革は報じられたのか報じられなかったのか、探しましたところ、当時の記事として興味深いものが2つありました。一つはジョン・コリアという人がですね、中山大学の英語の教師として、その滞在中に文革を経験した。その広東の文化大革命というレポートをですね、ニューレフトレビューに寄稿しております。2回にわたって。で、外国人が見た造反派組織、後期校舎という中山大学にあった組織のところに近い文学館になっております。ただし、この人の書き方論調としてですね、この際にいろんな闘争に関与したのは人口のごく一部で、深刻な戦いに発展したのは 3,4 回しかなく、数百人ほどが巻き込まれただけだというような書き方であったり、あるいは別な中国研究者が後に69年にですね、寄稿した文章には、いろいろあるけれども、過去の階級闘争の残忍さに比べればこれまでのところ暴力はほとんどないと言ってよいというような書き方をしております。ところが後に言われるにはですね、香上先生も書いてらっしゃいますけれども、広東広州というのは非常に武闘の厳しかった、激しかったところでして、その犠牲者4万人とも言われているんですね。広州での造反派弾圧、もう軍が造反派を弾圧したというような地方主義を指摘している論文もありますけれども、そのような凄惨さ、あるいは当時すでに広く伝わり始めていたであろう武闘の実態というものとはかけ離れた認識がここで示されているわけです。で、ジョン・コリアが特に言っているのはですね、解放軍の意味、役割なんですね。で、その解放軍の非常に象徴的な意味、あるいはその文化とか教育の革命としての文革への継承というものが強調されております。で、その文化というキーワードについてちょっと考えてみたいんですけれども、
先ほど来出ておりました1955年のアジアアフリカ会議、それ以降、まあ、その前後ですね、いろんな 国アジアアフリカ諸国が独立しますよね。その中で、そのコロニアリズムの時代を終えてポストコロニアリズムという主張が広がっていく。で、近代への会議あるいは反近代の思想が広がっていく。それがまあ70年代80年代と続きますと90年代、記憶への注目が歴史の分野にも広がっていく。植民地を過去のものとして現在と切り離すのではなく、その歴史が文化やアイデンティティまたは自己を表現する言語にまで及んで植民された側の人々の現在を規定している。そこで個人的な体験や記憶の見直しということが起こってくるわけです。で、冷戦崩壊後にはカルチュラルターンという主張の変化も指摘されております。これは社会というものに対する理解の仕方が変化する。実証主義的な理解から公正主義的な理解へと変わった。あるいは認識上のパラダイムシフトとして法則と例証よりは事例と解釈を重視する。で、そこで文化は何らかの本質を備えたものではなく意味やアイデンティティをめぐる戦場であり絶えず構成されるものであり、それゆえ文化的な差異やアイデンティティの政治へと人々を向かわせていくものであるというふうな理解が進む。で、文革の時代を振り返ってみますとすでにある揺らぎが始まっていたと思うんですね。中ソ対立による東西冷戦下の二項対立から第三世界主義というものが起こってくる。あるいは物心二元論的な認識枠組みへの回帰が始まると、そういう意味での揺らぎ。そこで毛沢東の主観の論道性への注目が集まったり、あるいはアルチセールの重層的決定というものが注目されたりするわけです。つまり文化の生産需要をめぐる権力関係やその多義性に注目したということが今から振り返ってそのニューレフトたちの始めたカルチュラルスタディーズの功績でもあると言えると思うんですね。で、当時の文革を正当に評価しようとした姿勢、まあ、先ほども言いましたようにその極めてこう反中国的なそういう世界が一方であったときにそれに対抗しようとしてその否定的なマスターナラティブへの対抗言説を打ち立てようとした文革観というものがあったわけですけれども、しかしその対抗性自体が冷戦体制下のマクロの政治の二項対立的枠組みに強く規定されていたと。ではそのカルチュラルターンを超えた今のこの現在の文学研究の歴史的文脈というものを考えますと、やはりこれからの展望として目指すべきは国家政府レベルの決着に対する抵抗であり、あるいは敵を暴き出し徹底的に打倒する政治文化との決別であり、文化の政治文化革命ということのその何たるかを理解した上での永続的な文化革命探求なのではないかというふうに考えます。以上、どうもありがとうございました。福岡先生どうもありがとうございました。最後のこの国家政府レベルの決着に対する抵抗としての文革研究というご指摘、大変まさに我々がこれから目指さなければならないことの一つでもあると思うんですけれど、実はそこをなかなか超えるのが難しくて、この論文集の序文でも私少し書かせていただいたんですけれど、まあ昨年暮れにあるシンポジウムで、中国 その研究者と意見交換したら、なかなか中国の研究者はやはりこのまさに彼らが超えられないのがこの国家政府レベルで そのイデオロギー的な呪縛なんですよね。で、中国はなかなか難しいんですけど、そのことについては本日ハラバルさん の大軍、まあ、その遭遇からも分かりますけれど、中国はそういう状況ですので、余計やっぱり国際社会での文化研究というのは、あるいは文革だけじゃなくて、まあその一種の、場合によってはご賛同いただけないかもしれませんけれど、抵抗としての文革研究というのもまた問われるかもしれませんので、どうもありがとうございました。